今日は学生服でみんな集められたんですけど、一体何の企画で何をするんですか今から。めっちゃ飛んできた。それ何やと思います？何これ、みんな何これ。棒。それは足つぼを押すための棒です。おということで今日の企画は、普段立ち仕事で疲れた皆様の体を癒していただこうと、全員で足つぼマッサージをしてもらおうと思います。イエーイ。学生関係ない。まず一人目はルナちゃんです。イエーイ。頑張れ。ちょっと私がやっていきたいと思うんですけど、まあ、足つぼ表があるんでね、なんかどこの臓器が悪いかとかで痛いところ変わってくると思うんですけど、ルナちゃんどこ行くんですか？自分は心臓がいいです。心臓がいい。なんで心臓がいい？いや、なんでですかね。なんか臓器長生き長生きしたいから。あ、いいですか、先輩にやってもらえるなんて嬉しいです。ね、じゃあ思い切っていきたいと思います。はい、もう思い切りいくで。いいっすよ。せーの。あ、どう、あ、どうない。はい、え、気持ちいい。気持ちいい。おお、心臓は健康みたいな。なんか悪そうなところは、自分が悪そうなところ自信ない。この地面についてないところ土踏まず。あ、いい、それです。いい、いい。なんかいつもなんか食べてるし、ね、じゃあ入れいきます。いくで。痛そう。せーの。痛そう。え、痛くない。痛くない。すごっ。なんで強っ。なんでよ。じゃあこれも力が足りへんのちゃう。どんなの問題。結構してるよね。なんか健康すぎてごめんなさい。サッカーやってたから多分足の裏の皮が熱いんですよ。確かに硬い気がする。なんか痛そうなところ逆になんかない。足の裏で一応とりあえずリンパ流さ。リンパ、あ、リンパ腺ですか。ここ、いくよ、せーの。え、健康すぎて何もないやつ。え、何も痛くない。はい。私のお尻の問題違うやろ、多分結構してるよ、多分結構してるイメージ。グリグリしてるで。全然ルナちゃん聞きません。とりあえず全部押していってみたら。全部押していってみる。痛いとこあったら言ってもらう。痛いとこあったら言ってもらう。はい、押していきます。とりあえずちょっと悔しいんでいっぱい押していきたい。痛いとこあったら絶対聞いて。あ、めっちゃ気持ちいい。気持ちいいんや。すごっ。なんかね、後輩にマッサージしてるみたいな。やばい、もっと上だった。やばこいつ。全然仕事の時こう。あそこ氷入れてもらっていいですか。続いては、レジャがゆらちゃんに足をマッサージしていきたいと思います。イエーイ。ちょっと容赦なくさせていただこうかなと思っておりますので。ゆらさんは家でずっとゲームしてそうなんで、この首のとき痛そう。そこ3、2、1。あ、痛いです、痛いです。上手だった、めっちゃ上手。指でいきます。次は胃で。いいってどこや。ここ足踏まず。いきまーす。頑張れ。ここもっといきましょう。いい、悪い。右足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 
おもろ。やばい感動やばいやん。感動やばいやん。これからお酒飲むのに。うわ、逆に痛くないとかないんちゃう。でもまだ手上げてもらってないから、ね。めっちゃグリグリしませんでした。あ、怒られてます。怒ってた。次は私がみつさんに仕返ししていきたいと思います。どこ行く？めっちゃどこが行きましょう。頭全員をやって、女王様よ。ちゃんと気持ちよくして。
あ、肩気持ちいい。肩聞いたじゃない。なんかコリめっちゃ溜まってる。いや、やばいやろ。痛かった。あ、ピンポイントでコリついてくるのやめて。悪魔煽る人に。めっちゃ楽しそうやし、お前覚えてるよ、ほんまに。コケ使ってやるからあ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。いいね、いいね。でも私おかしい気持ちいい。あ、いいね、気持ちいい気持ちいい。あ、いいね。おい、本気出してくる。痛いって。あー、気持ちいい。最高。まあな、みんな私の子分みたいなもんやから力入れんの、そんないいぞ、どんどんやれ。みんな今日いっぱいの力振り絞っていきますね。はい、せーの。うわっ、たんですけど、しっかりレッチャさんにやり返してきたんですけど、趣旨変わってきてる。間違いない。仕返しオンパレードみたいな。最後はね。これも私は、まあ、みんなにマッサージさせれたから、まあ満足かなって思う。まあ、圧倒的なんかめっちゃ偉そうにしてます、ね。正直上位関係を見せつけることができたかなっていうか、ちょっと後でやってもらいます全員に。嘘やん、カメラ回ってないのに。マジか。私は全然痛くなかったんですけど、コロモさんはなんかめっちゃでっかい態度の割にすごく痛がってて、めっちゃ面白かった。こいつやばい。もう舐めてる。言えてないからもうやめて。やばい、なんかあれあれ、上下関係あれ。私の結果がそういうことです。あ、そうですね、はい、すいません。レッチャさんどうでした？めちゃめちゃ痛かった。やった。てか最初さ、自分がさ、なんかもうやっとるでみたいな感じでやったら、ちょっと後からは仕返されて容赦なく仕返されたんで、まあ、痛かったけど、でも健康になれたかなと思うんで、よかったかなって思います。せーの、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。